無理じゃん。どう？わかんない。二人にやられるのはどう？ムチ丸が忙しいからさ。そう。俺もやろうと。つらい。両方からつらい。愛されてるじゃん。愛されてるの、これは。いいムチ。愛されてるね。美味しいの。美味しいの、顔が。お顔が美味しいの。あんたこうしてるだけで別に舐めてないじゃん。だって舐めたら使えないですよ。使えないの。これもう開けていいの？どうぞ。もう一回言って。何でもいいよ、うるせえなって、まあ、さっき言ったの。動画が回る前に彼言ってること暴言言ってみ。もういいから開けろよ、うるせえな。お前本当によ。ピー入れてよ、ちゃんと。おいしそう、食べたい、早く食べたい、うまいじゃん。朝っぱらからこんなの食えるでしょ。食べれると思う。松屋の新しいやつ、なんだかんだ毎回食ってるよね。うん、毎回食ってる。なんか味がしょっぱいだなんだ文句言ってる。いただきまーす。いただきます。うん、いいよ。何？ご飯の量。うん、え、俺こ絶対これ食べれないから。うん、食べますよ。うん、いただきまーす。いただきます。あ、うん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 、うまっ。あ、もう全然今回のしょっぱいとかないのよ。うん、うーん、あー美味しい、うまいじゃん。うん、うまっ。ご飯をいいの。うん、特盛り無料だから。うん、何？絶対特盛り無料だから特盛りにするの。食べれないのに。だってお店で食べるときもさ、特盛りにしてさ、最後さ、ご飯だけ余ってさ、うん、これどうやって食うみたいな。追加でなんか頼むみたいな。なんじゃん、うん、こんなご飯が売ってない時代に。うん、ほんと、それそれそれ。ね。うん。もう米が買えなくなってしまった、ね。マジで全然売ってないね。びっくりする。なんかあったらあったで買わない時期とかあるけど、ないってなるとちょっと。買いたいよね。買いたいよね。うん。うん。なんだろう。それが人間の心理なんじゃん。まあ、うん、うん。サラダも美味しい。うん。朝ごはんでこんながっつり食うってすごいよね。元気だわ。残していいよ。全然残していいからね。多分な、残らない。うん、いいよ。うん。何が見たい？いいの？あ、だからほら、どうせ音出さないから、イケメンでいいよ。いいよ。別にそんな面白くもないイケメンの動画でいいよ。知らない。知らない。え？うん、よく食えるね。なんか、食べ始めたら美味しくてさ。よかったじゃん。なんかこの後ちょっと寝たいかも。わかる。絶対眠くなるよ。うん。こんなお腹いっぱい食べたら。うん。言うてこの後うちは仕事なんだけどね。うん。仕事前にがっつり朝ごはん。二人仲良く。まあね。素敵じゃない。今日は松屋だけど、うちはちょこちょこ作るよね、朝ごはんね。うん。目玉焼き焼いたり。うん。あ、朝ごはん作ると翔ちゃんすんげえ喜んでくれるよね。喜ぶ。なんか晩ごはんとか作るよりさ、テンション上がるよね、朝ごはん。そうかな、あんま考えたことないけど。うん、いや、そうよ。へ、うん。気づかなかった。って。うん。まあね。うん。嬉しいもん。はい、出たイケメン。寝起きがかっこいい人とかいるじゃん。いる？嘘よね。本当に？でも、YouTube とかのさ、うん、モーニングルーティーンとかさ、まあ、それはそう。朝は絶対嘘じゃん。それは嘘だね。うん、それは作り物だね、うん。昨日の寝る段階から撮ってなきゃ。カメラ回してたんだよ。なんか、ねえ、分けないし。うん。
それはもう一回、うん、よし、じゃあ今から撮るよって言ってさ、うん、撮って起きてって言って、はい、撮るよ、撮るよ、はい、もう一回寝るよ、撮るよ。うん。そうよ。で、眠い。うん、うん。とか言ってさ、なんか、伸びとかしない。目覚まし止めるふりしてね。まあね、あれ、前、もっとあの、目覚まし設定してからね。うん。まあ、そう。まあまあまあ。美味しい。美味しい。マジでうまい。うん、でもご飯ぐっと余りそう。おにぎりにしたらいいじゃん。してくれんの？しない。でしょ？うん。知ってんだから。何が？うん？俺そんなにケチじゃない。あなたを起こさないように、もちまるの散歩だって言ったし。ね、気づかなかった。ありがとう。うん。最近なんか気使ってくれるよね。うん。もう気使って生きてる。やめなさい。うん。疲れるよ、気使いすぎると。うん。疲れるよね。うん。うん。うん。美味しい。ここ最近の新作で一番の当たりじゃない？わかる。な、思った。なんかさ、なんでっていうやつたまにあるよね。ある。美味しくない。うん。うん。何が美味しいの？それって何十人が試作してさ、あ、これで行きましょうって決めたんだよね。うん、そうよ。何がどうなってんの？一人ぐらい、これでいいの？本当にっていう人いたでしょ。でも、うん。それに逆らうとめんどいから、あ、そうなんです。もう、これで行こうか、別に。うん、うん。っていう人もいたでしょ。いると思う。うん。正直、ね、そうね、たまに美味しくない時もある。すんごい胃もたれするときもあるもんね。うん。今度もしかしたら、いい告知ができるかもしれない。あたい。だいたいさ、YouTube で告知とか言う人さ、しょぼってね。だいたい、どうでもよ、みたいなのをオープン。確かに。だから期待しないでってこと。期待しないで。どうでもいいような告知だから。あれは、実際温度差あると思うよ。視聴者の方と、本人との。そうね。温度差。ありそう。本人は嬉しいけどね。いや、嬉しいんだけどね。見てる人は別に。うん。で。地元の友達とかから連絡来ちゃうかも。そんなことないよ。なんか。うん。街中で声かけられちゃうかもしれない。うん、ない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 。なるほど。ない、ほとんどない。そもそも映るかどうかわかんないしな。あー、まあね。でも長いっぱい、うん、よかった。うん、なんだよ、徳森にしたやつ。徳森どこじゃないもん。これ自体お腹いっぱいになるもん。そうね。美味しい。うん。ほんと、今日はまだ仕事までに余裕があるから。うん。昼寝しろ。今、何を楽しみにして生きてるあんた。何を楽しみに？次の休みの時の予定。ないじゃん。予定ないけど、うん、ないなら何々に、うん、あ、ゲームしようとかさ。あ、どこどこ行こうとかさ、何食べようとかさ、そういうのを楽しみにしてる。はいはい、あと先の予約じゃねえわ。予定とか立ってたらそれを楽しみに。うん。うんうん。あと一日一日その日終わって仕事終わって家帰ってきて、家でご飯食べたり、なんか録画してたテレビ見たりとか、お酒飲んだりっていうのも楽しみにしてるから、日々ね。何綺麗事言ってんの？ん？綺麗事じゃねえし、ほんとだし。大変なこととかめんどくさいこととか毎日あるけど、はいはいはい、うん、結構その日その日で。なるほどね。うん。きょうちゃんは、うん、何楽しみに行ってんの？甘える。うん、綺麗事言うなよ。俺に甘えるのを楽しみに来てるの。ね、いつでもできんじゃん。いつでもできないよ。拒否すんじゃん。何言ってんの？そんなことないよ。拒否するじゃん。
え？甘えるイコールどういうこと？え、もうギュギュギュ。あん。うん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 。受け身体制じゃないし。受け身というか。うん。うん。受け身じゃなくて？あ、俺が？あ、そう、あんたが。あ、受け入れてくれないってこと？そうです。んなかってないですよ。ああ、もうよかった。もう最後のその、ああ、うん、食べて。食べれる？食べれるよ。行こう。ああ、お腹いっぱい、朝からこんな食っていいの？いいだろ。え、でも朝昼食べた方がいいのかな？まあ夜も食うけどね。そしたら一日食ってんじゃん。うん、ああ。慣れてきたね。うん。ああ。台風どうなるだろう。うん。なんだよ。いいんじゃねえよ。これ今のやつネタじゃなくて、いつも言うからね。ね。いつも本気で言われるから、日頃。翔ちゃんの顔見てたの。いいんだよ。なんもないじゃん、だって、用は。え、な、用ないと見に行っちゃダメなんですか？なんかあってほしいよね。え、そんな後言うじゃん。かわいい。何？愛してるって言えばいい。いやいやいや、いらない。上行く？うん、行こう。いいよ。でも食べてすぐ寝たら、牛になるよね。なってみた？え？なってみようよ。牛に？うん。ならないから、絶対牛には。ならないからいいでしょ。ああ、よかった。美味しかった。ごちそうさまでした。うん。ソースがうまい。うん。しっかりソースがなんか味が決まってるね。いいよ、もう全部飲んで。うん。でもこんな全部飲んだらもう塩分やばいよね。そうだね。うん。なんだかんだ文句言うけど好きなんだよね。うん。わかる。前住んでたところにさ、松屋なかったじゃん、近くに。あ、そうね。だから行く機会なんか一切なかったけどさ、家の近くにあったら行くよね。まあ、あったっちゃあったけど、ちょっと距離あったか、前はね。うん。え、って考えたらさ、前、すごいいいとこ住んでたね。うん。な、今もいいとこなんだけど、立地的にはね。うん。そうよ。狭かったけど。まあ仕方ない。あの、立地なら。はい。寝よう。うん。ね、寝れないじゃん、絶対そうなんで。お腹いっぱい。え？お腹いっぱい。寝れない。寝れるよ。うるせえなぁ。もう寝れない、こんなん。寝れるよ。じゃあ、スーハースーハーしないでね。息。いや、怖い。がぁ。